2日目突入、勝ってメモリアル終わりたいなと思います。やり合ってとかない？ああくそしゃくってしゃくって、おお捕まえた。最後優勝戦、そこを送れば20万から30万いけると思います。そっから伸ばしてくれ、締めろ締めろ締めろ。では2日目突入。今日、昨日に引き続き8月30日ね、予選最終日4日目になります。昨日一本的中とひどい結果だったんで、ちょっと頑張ってなんとか頑張っていきます。で、ちょっと今日はね、昨日より資金若干少なめにしてやっていくでいいですか？とまずは的中させてリズムを作るっていうところから。わかりました。やっていきましょう。リズム大事に。では、丸亀に入る前に、11レース。三国、買ってきました。1号艇大場選手、逃げ率 57.9% のところでございます。で、ここね、一番注目したのが2号艇の金子選手で、スタートは1号艇のね、大場選手の方が、決まっているんですが、2号艇の金子選手オリジナル展示しっかり、展示タイム1番時計、直線タイム1番時計で、周回タイム2番時計と、まあ、足的には非常にいい、かつ2コースから差しまくり自在にいける選手なので、金子選手の差しないしはまくりから2の135135と、もう一手注目が1号艇の大場選手、まあ先前できればちょっと風強い状況ではあるんですが、まあ逃げも全然あると思ってて、の場合は5号艇の高倉選手が今節スタートもしっかり決まっており、かつ足的にもね、タイムはついてないんですけど足は非常にいいので、ここは高倉選手のまくり出しての追走、1523と1235、この10点でいこうと思います。まあこれね、2513とかだったら結構バカにならないところになるんで、まずここから行こうと思います。3000円なんでね、丸亀の資金を増やすためにも、三国11レース選抜戦行ってください。1スタート良すぎだろ。いやー、まあね、全然ダメですね。まあ、でも1233にはちょっと安すぎて買えなかったんで、まあこれは仕方ないですね。6着ですね、高倉選手ね。124、20倍、これはミスったな。めちゃめちゃ124ですね。うん、まあ124、まあここはね、外してもまあ仕方ないところなんで、決まったな、これは。いや、高倉選手スタートいけてなかったもんな。先頭は1番大場が5輪、2番手2番金子が5輪、3番手4番宇田中5輪。 20.5 倍だそうです。これは仕方ない、まあ3000円だったんで次行きましょう。1蓋4ハズレです。はい、では丸亀2レースを勝ってきました。1号艇前田翔太選手、逃げ率は 65.4% です。ここ注目がもう1号艇前田選手で、前田選手ここまでね、まあ、外枠3走消化して、まあ、初日は5コースからまくり出して1着もある展開ついてっていうところはあったんですけど、まあ、船足的にも全然問題なくです。で、前田選手特にね、昨日の12レースがブス島選手引戦からのね、2号艇で3着ではあったんですけど、まあ道中かなりね、うまく足も良さそうで残してきたっていうのもあるんで、まあここもスタートしっかり決まっているし、スタート決めての逃げ切りだろうと思ってます。相手に押したのが、ちょっとここ4号艇の吉川選手、5号艇片岡選手、6号艇斉藤選手が結構注目されてはいるんですが、3号艇の関選手、昨日転覆はあったものの、平均スタートはコンマ12と、まあいいスタート決まっており、で、ここもね、まあ展示タイム 7.03 で、まあしっかりスタート全速でいければ、外の攻撃も止めれるのかなと思っております。で、まあ風が若干追い気味ではあるので、まあ関選手が外を止めながらまくり出して追走、ないしは2号艇辻選手が普通に刺して追走の1の23の4ごろ、この6点で、5000円配分でいってます。まあ資金もね、そんなにあるわけではないんで、まあしっかり当てつつ、狙いレースのところで大きく張って、勝ちを目指していければと思ってます。はい、ちょっと今日台風の影響もね、心配ではあったんですが、意外と大丈夫そうって感じで。
っと吉川選手がピット遅れ、ちょっと怪しかったですけど枠なりでいけそうですね。ちょっと片岡選手はねスタート早いんで、4角になられたら危なかったんで良かったです。ちょっとね潮位が低いっていうところが若干心配ではあるんですが、まあ大丈夫でしょう。まあさっきのレースと違ってねしっかり、助走も、枠なり3対3なんで、まあ内枠3艇もしっかりスタートいければ内枠決着で、まあ 3着あたりにね四五郎が絡んでくれればと思います。じゃあ行きましょう。丸亀2レース予選行ってくれ。いやー関選手ちょっとスタートいけてねえか、やばいな。うーわーめちゃくちゃ出るじゃん。うわーうわ佐藤選手今めっちゃ狙いに行ったもんな。あらちょっと自己レースになってしまいましたが、145ですね。これ一番人気のとこかな。いやーしまった、まあ、ただ資金的には5000円で抑えれたのでよしとしたい。いやスタートが揃う前提の買い目なんで、もうちょっと角から行かれたらさすがにきついですね。前田選手はやっぱ足良くて逃げれたけど、佐藤選手大丈夫かなっていうか、普通に今の多分選手責任なんでもったいないっすね。せっかく足も良くて今 6.00 だったのに得点率。先頭1番前田五輪、2着4番吉川五輪、3着5番片岡五輪。1、4、5。いやー外れ。次行きます。はい、では3レース勝ってまいりました。ちょっと2レース外してしまったんですが、めげずに穴でいきます。で3レースは1号艇大峰選手逃げ率 67.9% です。で大峰選手昨日、3日目2コースから内側が遅れて、直まくりに行っての3コースに、刺されてっていう展開でした。おっと2頭を買ってます。マジ？いや、ただ214で買ってます。お、なんかすごいことになってる。うわーこれ213にしとけばめっちゃあったな。ちょっともう今ぐちゃぐちゃで並び61ですね一旦で。外がどうなるかわかんないです。本線が2号艇の吉田選手行き足は昨日良かったんで214流し、ここ本線と1号艇が逃げた時って思ったんですけど、もう2コースに入っちゃったんで1号流し、5号艇平本選手のまくり差し追走と思ってたんですが、もうちょっとぐちゃぐちゃです。ちょっと2が攻めての24はワンチャン。さあ丸亀3レース予選いけ。3攻めれんか。やり合ってとかない？いにお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 にあーくそうわー今ちょっとねえ3に行かれてなかったら2が。これ相当高いっすよ多分。湯川選手の頭まで行ったら2万周とかだな。うわ吉田選手前付けの外になったから惜しかったのに。先頭4番湯川五輪、2着5番平本五輪、3着3番森高五輪。まあでもちょっと一応金額は6000円に抑えていたんでちょっと微妙だけど仕方ない。4、5、3外れ。ちょっとこれはもうどうしようもねえや。外れ。次。はい、では5レースから勝負。
5レース1号艇中島康平選手、中島選手は逃げ率が 60.6% です。ただ中島選手ね、そんな今節船橋は僕の中ではかなり評価してるんで、ここもスタートも決まっており、平均スタートコンマ1、平均発順 2.75 番目とスタート決めての逃げ切り濃厚かなと思ってます。ただ5レースからね安定版つくってことなんで、まあちょっとそこは若干気になるかなって感じです。この5レース気力評価してるのが今言った1号艇中島選手と5号艇の石野選手です。まあ石野選手ね、オリジナル展示もかなり出してきてるので、石野選手が外からまあスタート決めてくればとは思ったんですが、4号艇の西山選手も非常にスタートは早いので、ここはねもう西山選手が外、石野選手の攻撃止めつつ、刺して、で石野選手がまくり刺して、磯部選手が刺しての1-2-5-2-5、ここ本戦でやっております。ちょっとね今締め切りの図見てミスったなと思ったんですけど、ちょっとガミですけど、ちょっとね追い風が今6メートルぐらい吹いてて、かつ2号艇の磯部選手気力はだいぶ復活してきてたんで、ちょっと1枚だけ2-1-4-5を抑えで買ってますが、ここがみるんでね、まあがみったらがみったで次のレースにうまく回していければと思います。で一応合成2倍ぐらいになるようにはね、インニゲンとこは買ってるんで、どこが来ても1万円は超えるようになってます。逃げは3号艇宮ノ原選手は気力的にもというか、昨日もねうまく4コースからだったから刺して、1マークから2マークまではうまく差し残してて、2着かっていうところからどんどんずり下がって4着5着になってたんで、ここはもう思い切って切って2-5-2-5です相手。さあ行きましょう、中島選手スタート決めて綺麗に逃げ切っちゃってください。丸亀5レース予選、中島選手行け。ちょっと4行ってない、それ大丈夫かな。止めていこう。インモンキーみたいになったけど大丈夫か。6入ってきちゃうよそれ。いやー切れんか。いやだいぶ流れて、でも5が戻ってこな。しゃくってしゃくって、おお捕まえた。あとは3着なんとか。おおうまっ西山さん、僕そんなことしたの見たことない。うわ461は高えなこりゃ。うわ中島選手危ない。おお、いやもうどうせ外れなんで、もう中島選手に俺は安全に走ってほしい。でも2着欲しいよね。ここ安定板ついたレースからちょっと行ききらんやったっすね、まくり展開。先頭4番西山五輪、2着6番島村、3着1番中島五輪。はい461。いやー中島選手の陰線で無理か、外れ。次です、これきついわ。はい6レース、1号艇上条選手逃げ率 86.7% で、ここスタート展示を出してください。1-2-3-4-5-6、注目4号艇西橋選手、オリジナル展示タイムをねもう1から6まで出していただくと、西橋選手展示タイム 6.93 一番時計で、可動受けになる3号艇の斉藤選手展示タイム 7.05 と、で先ほどの5レースも4カドから西山選手が絞っていってまくり出していっての1着なんで、ここは4号艇西橋選手のまくりないしはまくり出し、4-5-2-0、4-2-0-5、4号艇が1マーク握っていけば5号艇に行った選手にも展開生まれると思うんで、5-4-2-0、5-2-0-4、この12点5000円でいきます。これはねもうカメラマンさんには来ないと言われたとこですけど、来ます。西橋選手を信じれば来ます。まあ足は本当にいいですもんね。展示タイムだけならまだしも、1周と直線も一番時計で出しておすからね。
昨日も展開ついたとはいえ楽々まくり差しだったんで乗れてはいますよね。スタート胴体以上いったら全然ありえますね。いや胴体だったら西安さんは多分絞れんと思うから判定心出てくれんと困る。藤山翔太だったらね乗り手がガッキーとか久々じゃないですか女子選手の角まくり信じて買うとか。そうっす。だから新田さんの頭でもいいから絞ってくれっていう。もう絞らんやったらもう終わり。逃げがねなんかオッズ割れてて難しかったんで角まくりだけでいきました。さあ丸亀6レース西安選手お願い行ってくれ行け全速だゴールな。あ、行けてない。なんだそのなんか綺麗なスリットラインは。もしかして差しで勝てたりせん。いやぁ足はいいんだなやっぱ、うん、足はいいっすね。回った後が違うもん。うわぁルスさん、ルスさんちょっと足悪すぎてイライラしてるのかな。いや今の多分不良も取られるよ。イチゴって言いよった。イチゴの28倍ですね。28倍は変くないですか。まあまあ確かに。西五西五はここか。先頭一番上条五輪、二着五番板五輪、三着下番羽野五輪。いやすいません様子がおかしい。今日も京都で当たらない。いや西安さんスタートをね食いしばってくれ。新田さんはこれめっちゃいいとこつけたな。一号二また外れ。今ちょうど6レースまでやったんですけど戦略的撤退をしようかなと。持ってきた資金もねあれで本来は今日明日明後日と丸亀本庄に行く予定だったんですけどね。そうそう台風でね新幹線止まるっていうんでボートピア来ましたけどちょっと厳しいっていうのと準優とかね優勝戦をせっかくなら動画で、やりたいっていうのと前僕もね動画で出してると思うんですけど優勝戦をこう頑張って予想するみたいなので今一定結果も出てるんで、まあ、準優優勝戦ちょっとまた別で取れるようにお金残しておいてまた撤退。うん仕切り直しましょう。回れ右。どうも懲罰モンキーです。ちょっとねここまで非常に厳しい戦いが続いているんでもう最終日優勝戦前になります。ここね最後1レースしっかり決めて勝ってメモリアル終わりたいなと思います。最後優勝戦1号艇平本選手逃げ率は 57.7% の番組でございます。ここねもうスタート展示出していただくと4号艇注目石野選手、石野選手が、レース作っていく攻めていく展開になるのかなというふうに思ってます。ここ4号艇石野選手の攻めは狙いたいんですが石野選手が攻めてただ足がめちゃくちゃいいかと言われたらそんなことないかなと思ってます。で石野選手が一撃の足に仕上げているのであれば4号艇が占めて SG の優勝戦なんでね1号艇の平本選手はただではまくらせないと思ってますんで平本選手の抵抗にも合うと思います。なのでここは展開ついての5号艇の池田選手のまくり差し本戦で155126ここを本戦にしております。で5のまくり差しの時はもう1と4喧嘩してのところをね本線にしてるんで5の26の1246ここも追加で最後計1万円でこの2日間今までの3日目4日目の負け分を、しっかり戻せる、まあ、5頭だったらしっかり取り戻せるところにしております。まあ、5256本線です。で、各10枚ずつ入れてるんで、そこをくれば、20万から30万いけると思います。はい、では
最後優勝戦お願いします。台風はどこ行ったんだっていうぐらい普通に超静水面になってますね。ピットアウト前提正常には出ました。なんとか4号艇石野選手展開作ってください。さあ優勝戦、風は海風 1.3 メートルぐらい、もうこのくらいだったら全然影響はないぐらいだと思います。池田選手展開ついてまくり差しお願いします。最後丸亀優勝戦いけ。いや石野選手どう、そっから伸ばしてくれ、締めろ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 、いや届かんか池田選手自力では、いやもう全然ダメだ、いやババちゃんが来た、いや池田選手3着までか、いや桐生さん、はい、いや本当に今節の SG は予想が最初から最後までありませんでした。今節はというかもうずっとなんですけどね、ここ最近本当に、いや3-1、うわ結構78倍、79倍、結構強かったっすね。いや3-1-2か、いやでも桐生選手よう出とっすね。おお3着、お桐生さんが、いやー馬場選手先頭3番馬場優勝の五輪、2着1番平本、3着6番桐生五輪、はい4号は5着6着外れでございます。丸亀、まあ動画2本分になってるのか分かんないですけど本当に合わなかったんで、もうつまらない外れの映像ばかり流して申し訳ございませんでした。まあ13万負けぐらいかなになりました。最近本当にとにかく当たんない動画が続いてて申し訳ないんですけど、316最後もダメでした。これからねもっとちゃんと頑張れるようにやっていくんで本当にお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。厳しいわ。